中野子先生再びこれ、橋の会、中野京子先生に、はい、あの橋に、えー、絵画で描かれた橋について、さまざま紹介していただいたんですけども、うん、その中で、あ、うん、あったよあの橋の上が店になったり、はい、住居になったりしてるっていう、こ,れでしょでこちら、紹介、はい、いただきましたけども、はい、これも、えっと、詳しくは。 動画を見ていいたただきたいんですけどあの今もフィレンツェのポンテベッキオなんかはそうだよって話ですよね橋の上に住居とかお店があるという、うん、でこちらについてのコメントで、はいえー、日本にも橋を利用した施設がありましたというコメントをいただいておりましてちょっとじゃあまた写真を。はい あこれは結構想像以上だな、うん、ここがずっと橋なんですね。はい、その上にずっっと建物が連ななているこ、うんはい、これどこか釜石市なんです、ね、かつ桂屋さんという方のコメントなんですけども、うんえ、いつも楽しく拝見しています、岩手県釜石市には昔、京城市場、橋の上の市場というものがありましたと。うん 屋根もかかっていてアーケード街の端バージョンというものでした海産物や日用品を売っているほか食堂や床屋さんもありましたよと過去形ですねいや実はですねもうさすがにちょっとなくなってしまいましたね車が古いもんね、はい、みんなでちょっと私も調べたところですね、はい、日本河川協会さんが発行した文章からちょっと引用したいんですけども、はい、えー 洪水と水害,の多い水害の多い我が国では橋の上にわざわざ集客施設を設けるなどということは河川管理上からありえないのですが廃線後の混乱時に道路上にあった路点を移転させるための仮施設として地元、神戸市が既存の道路橋を、えー、拡大しその上に長さ106メートルの細長い橋上あ橋上マーケットを建てたのですとほ<う>なんで、えっと、闇市の延長だったようです。で 釜石って空襲あったったてことうんってことですかね、いやみ違ったということで、えー、これ、まあ、旧河川法では河川関連者は県知事だったので、地元の熱意に根負けした県が全責任を負うということで、えー、占有期間を5年と限って許可したらしいです。お だけど、えー、もう、えー、でもこれ五年なん、これ闇市から五年以上経ってるよいやそうなんですよ。<laughs> でこれもおで生まれてるよ。<laughs> <然>どうやらですね、占、え、有、ー、期限が迫るたび、県当局は市場側と移転交渉をしましたがはかどらず、専用延長を繰り返しましたと。うん、でそうこうしているうちにもう紙面に。 不可欠なな存在となって、うん、で観光名所としても人気が高まって大いに繁盛したと、うん、でそれでちょっと移転はちょっと難しいとなったんですが、えー、最終的に2003年1月にあの交渉まとまりまして、えー、開設以来実に45年後、えー、された県土木部の長年にわたる努力の成果で <laughs> やっと交渉がまとまって今はもうなくなったということでございます。